こんばんは、まさやん6494です。今回は星のドラゴンクエストの、星見る海底神殿の上級の、今ですね、21階から25階のところに来ていまして、そこの25階ですね。まだ初見っていうのがよくお分かりいただけると思いますが、今から行きます。どれくらい強いかまだ把握しきれてないんです。まあ、全滅したらアウトやつですね、ここまで。まあ、なかなか強かったよ。あの、上級サイゴラあたりとかさ、エレベーター行ってみる？なんかアイテム使わないとちょっと厳しい感じ。ちょっとだけかよっていう感じだけどね。いや、でもだいぶ、真剣にやんないと負けるみたいな、そんなイメージですね。こいつも一回殺された気がするんだよね。何回かは忘れたんだけど、50とかやば。マジで？そんな食らってねえな。やばこの時点で結構やべえ。やば、マジで？ちょっと待って、いやなかなか強いっていうか、なかなかとか強いレベルだろうな。途中で音が消えるっていうね。マジさ。やっべえ。ビリビリハサミってなんだよ。やばいやばい。朝が助けに来たのところでさ、止まってるし。強っ。マジで。やば。え？ちょっと。これそんな強くないもしかして。どうすっか。ザオラが全然変わって寝るなよ。あった。は？
意味わかんないから。このザオラのループって言うの。寝るなって。ちょ。この長期戦この長期戦やば。ザオーラル作戦。待って、なんか本気になってる。やば。本気になってる。かなりだ。いやもうこれ本気出さないと負ける。てか今の時代結構積んどるんだけど、タイヤツ。マジで激怒った。やば。ふざけんなよ。いや。やば。てか半。もしかして今半分。ダメージやつだ。あ、終わった。ちょ待った。さっき一矢報いた。あ、でも次超新分派で負けそうな気がするね。ダメだ。そして音向き、あー終わったー。つえ勝てねー。つえーな。マジか。25回、つらっ。はい、ということで復活の意志とかそういうのも必要になってくるんだな。強いですね。最後もできなかった、しかも。はい、ということで、星のドラゴンクエスト、星見る海底神殿の上級の25回でした。で、まだとりあえず、品質的には、まだ、何にしまうの？あと4日あるんで、ちなみにはぐれメタルの鍵が10何個ぐらいあるんで、それとか、まあいろいろレベルアップして再度挑戦していきたいと思います。はい、ということで、星のドラゴンクエストの星見る海底神殿上級の25回でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。